あと少しよ。集中して。わかりました。こういうところはね、日本語の方が、なんだろう、シュールで。シュールじゃないか、ちょっとギャグっぽくて面白いんだけど。まあ俺どっちでもいいんで、特にね、ご要望がなければ、というとな、あっちもこっちもっていうことになるから、まあ、俺が決めた方がいいんだろうな。行くぞ。ね、今みたいにさ、エリー行くぞって言ってのに、行くぞしか言わなかったみたいに、味が、ごめん。ちょっと字幕と違うんだよね。でもな、なきゃないで、大変だしな。うん。なんでここ登れないんですかね。ここ登ってくださいよ。あ、すごい青空だ。これじゃあもうホラーゲームじゃないですね。じゃあみんな早すぎったって。探索をさせてくれ、俺にも。何分 ?20 分。ね、今回マウスいじくり回してるんで、大丈夫ですよ。また誰だ?また誰か死んでるぞ。見ろよ。これファイアフライのマークだ。うん。議事堂でも死んでたらどうする?生きてるわ。でも、わからない。わかるの。大丈夫。タグじゃなくて、ファイヤーフライの指令書。詳細。待ち合わせエリアのパトロールに当たれ、女の子の次の隠れ家に移送する前に軍がいないことを確認せよ。女の子には十分な食料を与え、健康の維持に気を配れ。彼女の回復、安全が最優先事項だ。あはん。それだけ?それだけですね。ファックです。うん。あ、これね。ランナー、ストーカー、クリッカー。あ、やっぱり第二感染がストーカーじゃないですか、これ。ねえ、ランナーは1。第2がストーカー。3がクリッカー。で、第4が、ブラックアウト。奉仕攻撃なのかな?まあ、会ってみればわかるでしょう。ん?どこに行くんだ?こっちかな?違うか。どこだ?必ずここで俺、こういうとこで迷うんだよな。おや?向こうか。あ、違うな。こういう時はね、かがむコマンドが生きてきたりするんですけど、かがむ場所もなくないか?おいー。あら、どこだ?三角、×、丸、三角。ここで三角ボタンかな?あ、違うな。バツボタンも違う。ごめんごめんごめん。このツタが登れたりしないな。あれ?どこだ?ああ、これか。これを動かして、あ、離して。なんかそこ光ってる?あ、特にすることはないか。よし。じゃあ、これを、向こうかな。どけ!よし、また力仕事をね、男ばっかりに差し切りやがって、力仕事が苦手な男だといいのぞ。覚えとけ。よし。あれだ。おお、早い。近いな、十分。大丈夫か?あと少しだな。いやもうここまで来てさ、味方が一人もいないってやばいんじゃないの?だって。エリーの神殿じゃねえの?のね、意見の方が正しい気がするんだけど。言っておくけど、私は泳げないの。え?右の方が浅そうだからついてきた。ああ。雇われたのがあなたたちでよかった。どういうこと?仕事だってことは分かってる。けど感謝してる。ええ、いいのよ。
うん、玉持ちが悪いとかまた当たらねえからな。このゲームの銃ってどうやって使うんだろう。使い方が一切わからないんだけど。あ、ごめん。早いんだって。みんな。弾落ちてねえかな。落ちてねえな。なんかないかな。何もないか。あ、違うな。そうか。こう歩きながら、ああ、一応できるけど、難しいな。長押しで武器変更。まあ、まあ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 だけどね、これも。嘘。ねえ、どうしたの？何してるんだ、テス。どこなの？何が？どっかに地図か何か目的地を書いたものが。どこまで続ける気なんだ？もちろん最後までよ。研究所はどこなの？私は知らないけど、どこか西の方にあるって言ってた。何をこだわってる？どうしたの？お前らしくないぞ。知らないくせに私のこと。こいつらみたいにはバカじゃない。そう、私たちは汚れた人間よ。ずっと前からそう。だから生き残った。チャンスなのよ。もう諦めろ。ここまでだ。早く帰ろう。いやよ、どこにも行かない。ここで最後なの。ん？何？そろそろ運の尽きだ。一体何の話だ。やめて。触らないで。どもしかして。どういうことなの？感染したのね。ジョエル、見せろ。隠す気は。早く見せるんだ。嘘だろ。びっくりよね。見せなさい。これは3週間前、私は1時間前に噛まれたのに、もっとひどい。この子は本物よ、ジョエル。この子をトミーのとこへ連れてって。元ファイアフライなら何か知ってるはず。いや、それはお前の希望だろう。俺はお断りだ。いや、やるのよ。私に対してそのくらいの義理はあるはずでしょ。お願いだから、あの子を連れてって。まずいな。来た。チクショ。私が足止めするから、すぐ逃げて。見捨てていけってこと？そうよ。お前を置いてくなんて。あんな姿には変わりたくないのよ。お願い。私の気持ちも分かって。俺も戦う。いいから言ってよ。お願いだから。エリー、私こんなことになるなんて。いいから行くぞ。エリーも随分聞き分けのいい子だね。いい子だな。いるのは分かってる。武器を捨てて両手を上げて出てこい。信じられない。テスを見捨てちゃったんだよ。黙れ。見殺しにしたんだ。黙れ。俺のそばから離れるな。行くぞ。まあ、今回ちょっとこの場面は日本語で見れてよかったかなと思うんだけど、やっぱりちょっと字幕がね。上に行こう。おそらく外に出られる。うわ、早く行かなければ。これは早く行った方がいいかもしれない。下手するとこれ追いつかれるからな。進むだけだ。ああ、そうだな。あ、ちょっと待って。工作できる？できないか？布。あ、これ一個見つけても一個判定じゃないんだ。四分の一とかになってるもんな。くそったれ。どうで
出火した。こちらは二人やられた。了解。お前は扉を破壊しろ。お前は俺と来い。了解。でしょうね。仕方がない。行こう。どこだ。知ってる。どうした。行かないのか。ドーピング剤か。どうすりゃいいんだ。行けないのか、ここ。何か橋でも必要なのか。敵は特にまだないけど。よし。待て、おかしいだろ。人質取れねえじゃねえかよ。話が違うじゃねえかよ。人間の敵は武器を持っていることが分かると行動が変わる。うん？こっちなのかな。いや違うな。分かった。こっちじゃないな。ここだけは少しちょっとまあクリアじゃないけどうまくいきたいな。ここも違うみたいだ。奴らが来る。分かってる。何かないのか。ハサミと布とアルコールと。ああ。行かないと。行かないとっつってもな。他には。他にやってやれることがないんですけど。降りられる？あ、いけんじゃん。なんだ。あ、なんかあるぜ。ライフル銃か。うん。やれるかこんなんで。あまり自信はないが。どうしよう。噛められるか。うるせえ。そうだな。廊下を調べよう。お前下を調べろ。どうする。適当にやっていくか。そう、余計なことをしなければこのゲームは大丈夫っていう法則もある。ただし地図がわからないから俺も何もしようがないんだよな。掴むは三角、それだけ。落ちていこう。掴むは三角。締め殺すな、四角で。静かにしろ。これ後ろから来たら困るんだけどね。うん？大丈夫か。これ敵はさ、敵の死体に気づくっていうのはないのかな。2人 ?3 人いるか分からん。奥にいるんだよね。何分？ 33 分か。困ったな。敵の視力がどれくらい。うー、危ない。やれんのか。こっち来ないな。オッケー。なんでだし。よし。なんでバレたし。
よし。なぜだか知らないが、なんとかやってる。待て待て待て、大丈夫か。あれを締め落とすことも、でも不可能ではないぞ。あ、しまった。よし、近距離攻撃、基本は近距離。よし、ほら、なるほど。しゃがめ。よし、人間は大丈夫だ。このゲーム人間弱いぞ。一人ずつ買っていけばなんとかなる。よし、これだ。オッケー、締め殺す。オッケー、ちょろいぜ人間。大丈夫だ、こいやり。こうなってくるとジョエルが人間なのかっていうのが怪しくなってくるな。35分、いい感じかな。多少この辺をちょっと探索して終わりにしましょうか。と言ってもまたこれね、どこから始まるのかはついてくるんだ、怪しいけど。なんかあるかな。何もないかな。中級レベルだからできるんだろうな、こんなの。上級だったら多分。あ、でもな、ここだったらねえ、銃バンバン。あ、でもな、防弾チョッキとかつけてるからな。普通防弾チョッキつけてもね、骨折とか待ったなしな感じするけど、特に何もなかったね。じゃあもうちょっと行っちゃうか。今のクリアリングがひどかったな。お、角材超強武器。本当は鉄パイプが一番いいんだけどな。で、角材が出るってことは、まあ、敵が出てくるってことだよな。一応リロードしてくる？不必要なリロードだと思うけどね。お、猟銃は猟銃でできて、ああ、なるほどね。ということは、ショットガンと拳銃等ができるんだな。長押しで武器変更でしょ？多分これ本当に音を立てるようなんじゃないかなと思うんだよね、こっちの武器って。どうやってここから出る？よし、廊下を突っ切ろう。無茶にするぜっていうか。かがんでろ、まだ軍がいる。お、一向に無視していくスタイル。じゃあ今回これで終わりに。違う、何、まだ物を作れる。お、作れる。あー、これどっちかな。基本的にでもね、体力を上げるのは無駄だってことは、回復をしても無駄なんだよね。ということはこれちょっと待って、これさ、下のさ、砂糖とか火薬って何？火薬は爆弾だろうけど、砂糖って何だろう。お菓子でも作るのかな。スイーツ系ですか。スイーツ系男子かな。20個。お、聞き耳の範囲で、ナイフでの反撃。いや、反撃できねえよ、これ。何をすりゃいいのかな。ドーピングか。治療の速度。照準精度。工作の速度。これいらないね。例えば、必要なのは、聞き耳と、まあ、照準と、まあ、必要だっていうナイフでの反撃。クリッカーの攻撃にナイフで反撃っていうのはね、いまいち、まだわかんない。やってみないとわかんないってとこあるからね。やめろやめろやめろ。危ないもの。危険物を出すんじゃない。よし。じゃあ今回これで終わりにしましょう。また次回よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。